夜光中は海洋性のプランクトン。大発生すると夜に光り輝いて見えることからこの名がついたが、昼には赤潮として姿を見せる。赤潮原因生物としては俗名か長きでノクチルかと表記されることが多い。動物分類学では古くは植物性弁網無質な渦弁網を注目。最近では渦弁網を注文に植物分類学では 渦弁毛植物門にところ属させる。一般的な渦弁毛毛とは異なり葉緑体は持たず、もっぱら他の生物を捕食する従属栄養性の生物である。図半原生生物としては、非常に大きく、巨大な液泡で満たされた細胞は、直径1から2ミリメートルに達する。外形はほぼ球形で、1箇所でくぼんだ部分がある。くぼんだ部分の近くには、 細胞質が集中していて、むしろそれ以外の丸い部分が細胞としては膨張した姿と見ていい。くぼんだ部分の細胞質からは放射状に原型質の糸が伸び、網目状に周辺に広がるのが見える。くぼんだ部分からは一本の触手が伸びる。細胞内に強制もとして緑層の仲間を保持している場合もあるが、緑層の葉力体は消滅しており、 光合成産物の宿主への還流はない。細胞は触手を備え、それを用いて他の原生生物や藻類を捕食する。触手とは別に2本の弁毛を持つが目立たない。このようにおよそ渦弁毛中とは思えない姿である。一般に渦弁毛虫は体に縦と横の溝を持ち、縦溝には後方への弁毛を、横溝にはそれに沿うように横弁毛を這わせる。 夜光中の場合、横溝は痕跡程度にまで退化し、横弁網もほぼ消失している。しかし、縦溝は触手のある中心部にあり、ここに弁網もちゃんと存在する。ただし、それ以外の細胞が大きく膨らんでいるため、これらの構造は目立たなくなってしまっているのである。得意な点としては、他の渦弁網もと異なり、細胞核が うずべん毛も核ではない普通の深核であるとともに、通常の細胞は核層が 2n である。複層の細胞が特徴的である一方、単層の細胞はこく一般的なうずべん毛もの形である。発光する夜光虫多の生物発光と同様、発光はルシフェリンマイナスルシフェラーゼ反応による。夜光虫は物理的な刺激に応答して光る特徴があるため、 波打ち材で特に明るく光る様子を見ることができる。または夜行中のいる水面に石を投げても発光を促すことが可能である。海産で沿岸域に普通代表的な赤潮形成種である。大発生時には海水を鉄サビ色に変え、時にトマトジュースと形容されるほど濃く毒々しい赤茶色を呈する。春から夏の水温上昇期に大発生するが、 海水中の栄養ジオ濃度との因果関係は小さく、夜行中の赤潮発生がすなわち、不栄養化を意味するわけではない。比較的頻繁に見られるが、規模も小さく、毒性もないため、被害はあまり問題にならないことが多い。夜行中による赤潮夜行中は大型で軽く、海水面付近に多く分布する。そのため風の影響を受けやすく、湾や沿岸部に容易に吹き溜まる。 この特徴が海水面の局所的な変色を促すと、共に夜間に見られる発光を強く美しいものにしている。発光は細胞内に散在する脂質性の下流によるものであるが、何らかの適応的意義が論じられたことはなく、単なる代謝産物とも言われる。通常は二分裂による無性生殖を行う。有性生殖時には有層細胞が放出されるが、これは 一般的なウズベンモウモの形態をしており、核もウズベンモウモ核である。日本近海で大発生する、いわゆるエコウチュウは、ノクティルーカシンタランズである。別に、エヌミリアリスの名が頻繁に用いられるが、これらは同種であると考えられている。近縁属のプロナクティルカの分類も合わせて、掲載するが、この属の生物発行に関しては不明。分子系統解析によれば、 ウズベンモウ植物門における夜工中の分岐は非常に早く、従ってツナレベルで他のウズベンモ盲もと区別されている。ノクティルーカスリレイ1836プロナクティルカ、フォブレイドーメグ1889プランクトンとして魚介類の餌となるが大量発生した場合は赤潮となり他の生物に影響を与える。エビの養殖地に発生した場合、エビを閉止させる。 ありがとうございます。